はい、どうも皆さんこんばんは、レプチンです。今日はデッドバイデイライトのサバイバー側でプレイしていきたいと思います。はい、でですね、今回はバージョン 6.5.1 で生存者の発電機修理進行度が見えるようなアップデートが入ったんで、ちょっとねそれを実際に見ていきたいと思います。やだ、デススリンガーだあの佇まい。バージョン 6.5.0 で実装された生存者のアクション表示に、新たに今回の 6.5.1 で修理中の発電機の修理進行度が生存者同士で表示されるようになりました。この画面の左下見てみて、左見てみてね、一番左上のふんどしっていうのが俺なんだけどね、今発電機これぐらい回してるよっての表示されてるじゃないですか、まあ、その下のサバイバーもだけど、あら、うまうまデススリンガーだね。まあこんな感じでね、発電機どれぐらい今回してるのかっていうのが、まあ、生存者同士で、まあ、すぐ分かるようになったと。はい、まあ、これがあるとね、ソロの生存者たちがねより一層連携しやすくなりますよね。これがめちゃめちゃ俺的には強いなと思うんですけども、まあ、そもそもアクション表示に関しても、まあ、かなり生存者たちにとって恩恵があるんで、そっからさらに発電機がどれぐらい回ってるのかっていうのが確認できるっていうのはすごいアドがあると思うんだよね。まあ、例えば生存者がさ、これ発電機回してて、でその進行度を見てさ、全く同じ人が2人いた場合、あそこ2人で一緒に回してるんだなってのがそこで確認できると、ね、アクション表示から予測することができるととかね。生存者を吊るす瞬間、手を離して、誰かが手を離して、まあ、その4人の中で一番誰かが一番回してる人がいて、で吊るす瞬間手を離して、で吊った後にまたポッて触ったら進行度がすごい下がってたら、ああ共鳴する苦痛があるんだなとかっていうのも初手でわかるし、ギャーで、ほら俺今まさにこれ、まさにこれ、他の人から見たら、まあ俺叫んじゃったから叫んだことでバレるんだけどね、共鳴する苦痛回避で手を離してまた触った時に進行度が下がってればあるなってのも予測できるしね。ちょっと待って、回しちゃいます。イラップもあるっぽいね。まあ、ってことは海の呼び声、イラプション、共鳴する靴、あと一つ何かって感じかな。戻ってってますね。よいしょ、はい。おお、ザリーナは新しい発電機を触り始めたと。はい、これ全員にフェンミン、まあ俺とビットリオが同じ発電機を回してるよっていうのがこれで確認できますね。よしよし、あ、3人で回すあれだからそこ託すわ。よし、まあ有能あるから3人で回してもよかったけど、よしよし、おー、つきますね、あそこ。はーい。ついこの間まではね、どれぐらい回ってるかとかまでは分かんなかったからね。発電機修理してるってのは分かったんだけど、果たしてどれぐらいの進行度なのかってのは、全く見当もつかなかったけど。まあ、今回のでそれがつくようになったんで。まあ、でもこれパーティーだったらさ、簡単に口頭でもうつくよとか、今7割とか5割とかってね、簡単に共有できてたんだけど、ソロだとそれが、できてないから、ちょ、俺が行こうかな、じゃあこれ。オーマイガー。まあ、来ますよね、俺の方に。おーおーおー、フェイント入れてくる。まあ、普通に殴りますよね。
あ、やべ、なんもないゾーンに逃げちゃった。おほほほ、やった。あ、戻ってっちゃった。で、俺がこれ回せば、あ、フェンミン追うのやめたんだなってのわかるしね。ソロの生存者たちにとってはめちゃめちゃでかいアップデートなんだけど、パーティーの人たちにとってはあまり恩恵がないっていう、この調整は俺すごくよくできてるなと思います、個人的に。まあ結構ね、サーバー強くしすぎだろうっていう意見もあるんですけど、まあソロだと本当にその部分がちょっとね、今まで難しかったからね。あ、あら、あら、ま、起こし行きたいけどな。はい、逃げて。俺が壁になるわ。俺さ、俺ゼロ釣りだから。回します。すごい。まあ絶対仕留める気だもんな。うまっ、うまっ、うますぎ。デッドハート、よしよし、はいはいはい、よいしょ。今ふんどしさんがこれぐらい回してるってことがみんなに伝わってるね。例えばこれで残り1台の発電機が修理完了間近だったらゲートにいち早く向かうこともできるし、本当にこの発電機の修理進行度が生存者同士で表示されることによって、まあ、そこからいろんな動きができるようになるので、前よりも生存者たちはキビキビとね動けるようになるんじゃないかなと。ただこれね、動ける人は動けるようになるけど、別に動けない人は相変わらず動けないんで、必ずしもね、すべての生存者が強くなるわけじゃないんだけど、まあでも、間違いなく脱出率は上がると思うんで、この調整が入って下がることはないから、間違いなく上がると思うんで、それに対して、運営がどう調整していくのかっていうのが、まあ、楽しみですよね。運搬長くね。あ、地下持ってった、意外。地下持ってったね、まさかの。あれ、誰も発電機回してない。これどこも回ってないんじゃないか。これ多分ビットリオが助け向かってんじゃないかな。フェンミンはリーチだからいけないしね。キジャいった、よし、ナイスナイス。ここじゃあ回そうかな。あ、だね、ビットリオ殴られてる。フェミンどっかで回してるな。どっかで回してるけど、今から向かうよりここも回して2台で圧かけた方がいい気がする。あ、いた。多分俺の方来んじゃねえかなこれ。あー、結束助かるな。アクション表示とはまた別だけど、まあ、結束はやっぱ強いな。よいしょ、そこでやり合ってんのか。よいしょよいしょ。あ、今フェンミンがビットリオを治療してますね。あ、これ捕まったな。ナイス、ナイスナイスナイス。まずいね、絶対こっち来ると思うんだよな。
れ来ないね、意外にも。ここ警戒されてない、まさか。よしよし。俺も今日発電機回しめちゃめちゃ徹してますね。見せたいから、できるだけ修理の進行度。あ、2人で回してるね。フェンミンとビットリオが一緒に回してる。でも俺の方つくな。これ見てゲートの方走るとかもできるんだよ。よいしょ、もうつくから大丈夫だぜ。オッケー。絶対うまいんだよなこの人。うわー、助けてー。うひー、フェンミンがゲート開けてくれてる。ゲートの方向かって大丈夫これ。あだ、ありがとうビットリオ。こっちのゲートじゃなかった。あ、でもありがとうビットリオ、ナイスすぎる。あ、ミンちゃんも助けに来てくれた。やばい、これビットリオやばいかもな。大丈夫かな。はい、まあてな感じで、まあね、実際に、試合を通して見てみましたけれども、修理の進行度が見えることによって、まあ生存者側が今まで以上にいろんなことを予測して、まあ、ソロの生存者ね、パーティーは別、もう元からそういうのできてるから、パーティーじゃなくてそのソロの生存者たちはこの修理中のゲージが分かることに、進行度が分かることによって、いろんなことがそこから予測できて、いろんなことができるようになるので、まあ、本当にソロの生存者は強くなるかなと思います。ただこれはね、本当にキラを強化する前のソロの生存者救済なので、まあ、確かに今はちょっとキラきつくなるかもしれないけど、まあ、これから強くなることは間違いないので、はい、それは楽しみだなと思います。以上です。今日はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。バイビー。